シモン・テローでは、西ドイツ・ボホルト出身のサッカー選手。ポジションは FW。シャル・ケレイヨン所属。2007年に、MSV ・ドゥイスブルグで、プロキャリアをスタートするが、出場機会が得られず、2008から9年冬に、ホルトゥナ・デュッセルドルフへ、半年間期限付き移籍。2009年夏には1、FC ・ケルンに完全移籍。しかしケルンでも、 出場機会が得られなかったが、2011から12シーズン冬に期限付き移籍した 1FC ユニオンベルリンで、ようやく才能が開花し27試合出場、8得点を上げ、2012年夏に完全移籍。2014から15シーズンには VFL 暴風へ完全移籍した。2015から16シーズンには25得点を上げ2部の得点王となった。 2016から17シーズンには毎シーズンの2部得点王が評価され、この年41年ぶりに2部に降格した VFB シュトゥットガルトへ2019年までの3年契約で完全移籍した。このシーズンでも25得点を上げ2年連続で2部得点王となり一部復帰に貢献した。しかし一部復帰後の2017から18シーズンは不振に陥り、 12月までの前半戦でわずか2得点にとどまった。2017年12月20日に、フ古巣の1、FC ケルニエ2021年6月までの3年半契約で完全移籍した。2018から19シーズンにはリーグ戦で29得点を挙げ、3度目の2部得点王となった。しかし一部に昇格した2019から20シーズンは、 リーグ戦の先発出場は7試合のみと、出場機会を大きく減らした。2020年8月20日、ハンブルガー SV へ完全一席。2021年5月2日、同年7月より、シャルケレイオンに加入することが決定。ありがとうございます。